皆さんこんにちは、ターバラチャンネルのターです。いつもご視聴チャンネル登録本当にありがとうございます。今日はですね、2023年春バラがですね、バシッと綺麗にね咲いてくれた子をですね、5つね紹介していきたいかなというふうに思います。毎年毎年ね、綺麗にね咲いてくれる子はですね、違ってまして、今年の春はですね、早咲き品種がですね、比較的に綺麗にね咲いてくれたかなというふうに思うので、そちらの方ね、写真をですね見ていきながら、品種のね紹介の方を行っていきたいかなというふうに思います。毎年ねターバラチャンネルでは、春バラのね動画、早咲き、通常咲き、遅咲きとですね、3本動画の方をね配信しているので、今年のね春バラ満開動画の方もね、ご視聴していただけると嬉しいかなというふうに思います。それではね順番に見ていきたいと思います。はい、それではね1つ目見ていきたいと思いますけども、イングリッシュローズになりますね。黄色のイングリッシュローズなんですけども、バネッサベルですね。この子はですね、我が家で育ててきて今ね5年目ぐらいのね、株になるんですけども、毎年毎年ねたくさんのお花をつけてくれる、イングリッシュローズになりますね。作出はですね2017年デビッド・オースティですね。シュラブローズの四季咲き、お花はですねソフトイエローのねカップ咲きですね。お花の大きさは中輪といったことで、7センチからね8センチぐらいねコロンとした感じで咲いてくれるといったことで、非常にね可愛らしいお花ですね。咲き始めはですねこういった感じでねイエローで咲くんですけども、咲き進んでくるとね淡いイエローに変わってくるといったことで、イングリッシュローズの中ですと花持ちはね、いい方かなというふうに思います。香りはですね、中高で、レモンのね、香りがしますね。非常にね、すがすがしい感じの、レモンの感じがするんですけども、若干ね、甘い香りもしてですね、あれ、これはね、蜂蜜の香りじゃないかなといった感じでね、少しね、甘い香りもします。表記にね、よりますと、樹高は 1.2 メートルと、いった感じなんですけどもね、もう我が家今2メートルぐらいになってまして、やはりね、シュラブローズでもね、こちらのバネッサベルっていうのは、枝の方をね、伸ばすことができるといったことで、オベリスク仕立てにしてまして、枝もね、しなやかですし、トゲもね、少ないので、非常にね、仕立てやすいかなというふうに思います。で、上からね、下までお花の方をね、バシッと、咲いてくれるのでね、綺麗にオベリスクをですね、毎年ね、飾ってくれてるかなといったね、イメージがあります。連続開花性もですね、非常に強いので、春からね、秋まで、何度も何度もね、咲いてくれるといったことで、私がね、育ててみて、思うところはですね、ベーサルシュートもですね、出やすい方かなというふうにね、思います。今年もですね、ベーサルシュートね、2本出てまして、枝の更新もしやすい品種なのかなというふうに思います。バネッサベールはですね、イギリスの画家さんのお名前といったことで、我が家ね、イエローのバラっていうのはあまりないんですけども、こちらのね、バネッサベールに関しては、イエローのね、品種の中でもね、非常に気に入ってまして、毎年ね、綺麗なオベレスク仕立てをね、見せてくれるバネッサベールといったことで、枝がね、しなかなので、オベレスク仕立てではなくてね、アーチ仕立てやね、フェンス仕立て、多種多様にね、仕立てられる品種かなというふうに思います。一つ目はですね、こちら、イングリッシュローズのバネッサベールがですね、バシッとね、綺麗に咲いてくれました。はい、二品種目ですね、こちら、川本バラ園のラ・マリエですね。こちらのね、ラーマリエもですね、5年か6年ぐらい育ててるんですけども、今年がですね、やはり一番綺麗にね、咲いたかなというふうに思います。改めてね、こちらのラーマリエ、本当にね、綺麗なバラだなというふうにね、思いました。2008年作出の川本バラ園ですね、川本淳子先生作出の、フロリバンダの四季咲きですね、お花はですね、中輪で、フリルのようなね、花びらといったことでね、波状弁咲きですね、もう本当ね、ひらひらした感じで、女性好みのね、可愛いお花だなというふうにね、思います。可愛い雰囲気はですね、ウェディングドレスをまとった花嫁のようだといったことでね、本当にね、可愛らしいバラだなというふうに思います。しかもですね、香りはね、強化といったことで、香りもね、楽しめるんですね。爽やかなね、フレッシュな感じでですね、このひらひらのお花にはですね、本当にこの香りがね、合ってるなといったことでね、開花中はね、非常に楽しませていただきましたね。樹高がね、1メートルとコンパクトなので、鉢栽培でもね、特に問題ないですし、我が家はね、鉢で育てているんですけども、軒下でですね、あまりね、雨の当たらないところでね、育てています。
まあ、大病性はね、まあ、普通なので、まあ、定期的な、ねまあ、薬剤散布は必須かなというふうに思うんですけども、まあ、若干ね雨に打たれ弱いので、まあ、やはりね今年は軒下で育ててみたんですけども、まあ、それがね、まあ、正解だったなといったことで、まあ、非常にね綺麗なラ・マリエをですね、まあ、見ることができて、まあ、非常にね満足しております。まあ、川本バラ園ねラ・マリエ非常にねおすすめな品種かなというふうに思います。それでね次行ってみたいと思います。はい、続きましてねこちらロサオリエンティスですね。ロマンティックチュチュになります。ロサオリエンティスのね中です。私こちらのロマンティックチュチュ、まあ、名前もね可愛いんですけども非常に気に入ってまして、まあ、オベリスク仕立てにねしてますね。2018年作出のシュラブローズのね繰り返し咲きになりますね。樹高はね 1.5 メートルから2メートルといったことで、まあ、構造物にね、まあ、仕立てて、まあ、咲かせていくといったね、まあ、タイプになると思うんですけども、まあ、枝がねしなやかなので我が家のようにねオベリスク仕立てでもいいですし、まあ、フェンスやアーチでもですね、まあ、対応できるかなと、まあ、足したようにね仕立てることができると思いますね。お花はですねオレンジがかったピンクといったことで、まあ、咲き進んでくると淡いピンクと、お花もね、まあ、小中輪で可愛い感じですね。まあ、コロンとした感じでね、まあ、房咲きしてくれるんでオベリスクをねバシッと飾ってくれるロマンティックチュチュといったことで、この子はですね細い枝にもねお花がつくので、まあ、枝数ねたくさん残すことによってお花もですね、まあ、たくさん咲くかなといった感じですかね。でですね香りもね、まあ、強化で、ダマスクにですね、まあ、若干ねパウダーが混ざる感じの、まあ、香りがするんですけども、まあ、このね可愛らしいお花にですね、まあ、強化のね、まあ、ダマスクパウダーといった感じでね、まあ、香りもですね、まあ、楽しめるといったことで、まあ、こちらのねロマンティックチュチュ、非常にねおすすめかなというふうに思います。まあ、この子もですね、まあ、5年から6年育てているんですけども、今年がねやはり一番綺麗にね、まあ、咲いたかなというふうにね思います。まあ、毎年毎年ね花数も増えてまして、まあ、大病性はですね、まあ、普通なので、まあ、定期的なね、まあ、薬剤散布は必要かなというふうに思うんですけども、まあ、その分ね樹勢が強いので、まあ、若干ね黒点病になったところで、まあ、樹勢のね、まあ、強さで、まあ、カバーしてくれてるかなというふうにね思います。暑さにもですね、まあ、非常に強いで、ここ愛知県でも全然ね、まあ、大丈夫かなというふうに思います。ロサオリエンですね、ロマンティックチュチュ、ぜひねオベリスク仕立てでですねバシッと咲かせてほしいかなというふうに思います。それではね次行ってみたいと思います。はい、続きましてねこちら、我が家のアイドルなんですけども、ブルームーンストーンですね。川本バラ園ですね、川本純子先生作出の、2017年シュラブのね四季咲きになります。この子はですね、まあ、若干ね気難しい品種かなというふうに思ってるんですけども、昨年ね我が家では、まあ、絶不調でねもうほとんどお花をね咲かせることもなかったんですけども、まあ、その分ね体力温存していたのかね、もう今年の春はですね、まあ、なんと爆咲きといったことでね、まあ、今までね育ててきてこんなねたくさんお花咲いてくれてですね、まあ、非常に嬉しかったですね。まあ、大事にね、まあ、大事に育ててきた、まあ、甲斐があってですね、まあ、たくさん綺麗なねお花を咲かせてくれました。とてもですね不思議な、まあ、魅力的なね、まあ、バラといったことで、まあ、我が家でねアイドル扱いになってるんですけども、まあ、大病性がですね、まあ、若干弱いので、まあ、薬剤散布、してですね、まあ、毎日ねこまめに、まあ、観察ねしてあげればですね、まあ、綺麗に咲いてくるかなというふうにね思います。まあ、あとですね、まあ、私が育ててみてね、まあ、環境の変化にね、まあ、弱いかなというふうに感じまして、まあ、鉢バラの、ね、場合ですと、少しね場所を、まあ、変えることによってですね、まあ、つぼみがねポロポロ落ちてしまうといったね、まあ、現象も多々あったので、まあ、同じ場所でですね、まあ、長い間ね育ててあげるといいのかなというふうにね思います。つぼみはですねグリーンがかったクリーム色のつぼみからですね紫ピンクのねお花が咲きますね。お花の大きさは小中輪ですね。香りもですね、まあ、中高から強化といったことで、まあ、優しいね甘い香りがしますね。まあ、フルーツのね香りかなというふうに思います。樹高はですね、まあ、1.2 メートルから 1.5 メートル、シュラブローズなので、まあ、枝をですね、まあ、伸ばしてね咲かせることもできるんですけども、我が家はねブッシュ仕立てで、まあ、育ててます。まあ、この子もですね、まあ、4年から5年、育ててまして、まあ、我が家でも、まあ、1、2をね争う、わがままな子かなといったね、まあ、感じなんですけども、まあ、その分ね手をかけた分非常にね可愛らしい、綺麗なねお花が咲くので、ぜひねブルームーンストーンバシッとね咲かせてみたい方は、まあ、頑張ってみてもいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、それだけね魅力的なバラかなというふうに思います。それじゃあね次行ってみたいと思います。
はい、最後に、ね、なります、こちらデルバールですね、エスプリ・ド・パリになります。こちらもね、品種もですね、まあ、4年から5年育ててまして、今年がねやはり一番綺麗に咲いたかなというふうに思います。非常にね濃い、ローズピンクで咲くので、春でねこの花色ということはですね、まあ、秋はねものすごい濃い色でね、まあ、咲くんですね。まあ、遠くからね見ても非常にねよく目立つ品種ですね。作出はですね2020年、フランスデルバールですね。系統はハイブリッドティーローズの四季咲きと、お花はね濃い、ローズピンクにですね、まあ、若干ねイエローが入るんですね。お花の大きさは中大輪です。花持ちがですね、まあ、非常に良くて雨にもね打たれ強いので、まあ、長い間ね咲いてくれてますね。で樹高はですね、まあ、1メートルぐらいなので、まあ、若干ねコンパクトな品種といったことで、まあ、鉢栽培でもね、まあ、問題ないですし、まあ、花壇にね植える場合は、まあ、前方にね植えてあげるといいかなというふうに思います。樹形の方もですね、まあ、あまりね横に広がることもないので、まあ、コンパクトにね、まあ、仕立てていける品種かなというふうに思います。まあ、トゲもね少なくてね扱いやすいですね。耐病性は普通ですかね。まあ、黒点病にね、まあ、若干弱いかなというふうにね、まあ、思ってまして、まあ、薬剤散布しながらですねこまめにね観察してあげれば、まあ、バシッとね育っていくかなというふうに思います。まあ、樹勢もですね、まあ、強い方なので、まあ、若干ね病気になったところで、まあ、樹勢のね勢いでカバーできるかなというふうに思います。暑さにも強いのでですね、まあ、ここ愛知県でも、まあ、特にね問題なく育ってますね。まあ、あとですねベーサルシュートがね、まあ、非常に出やすいかなというふうに思います。今年もですね2本ベーサルシュートが出てまして、まあ、毎年毎年ね新しいシュートを出してくれるので、まあ、枝のね更新もしていきますし、まあ、枝数もですね、まあ、どんどん増やせるといったことでね、まあ、当然花数も増えるといったことで、まあ、長い間ね育ててあげると、まあ、爆咲きといった感じに、まあ、育てていけるんじゃないかなというふうに思います。まあ、香りはね中高というふうに思うんですけども、まあ、強化よりですかね、まあ、中高でもね、まあ、香りのね強い方かなというふうに思います。ティーのね香りに、まあ、若干ねフルーツが混ざる感じの、まあ、いい香りがねしますね。コンパクトな、ハイブリッドティーローズといったことでね、まあ、こちらのエスプリルパリもですね、まあ、おすすめできる品種かなというふうに思います。非常にね綺麗に咲いてくれたので、皆さんもですねバシッとねエスプリドパリ咲かせていただけると嬉しいかなというふうに思います。はい、今日はですね、2023年バシッとね綺麗に咲いてくれた子をですね、まあ、紹介していきました。まだまだね6月といったことで、新苗の方もですね店頭やねネット販売の方で購入できるんで、今回ね5つ紹介しましたけども、ぜひね皆さんお迎えしてみてください。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら。